吉田さん、若者の車離れっていう風な言葉があると思うんですけども、多分ね、私が10代や20代の頃、若者のその車を使った、なんかね、迷惑行為っていうのがね、問題になってたと思うんですよ。まあ、暴走族とか、走り屋とかね、それから違法改造車とか、うん、ね、車の事故もそうですしね。なんかね、車が多ければ多いで文句言われるし、 乗らないければ乗らないで文句言われるしみたいなね <laughs> 何なんでしょうね <laughs> だからこれもその時その時の常識っていうものなんじゃないかなと思うんですよね、まあ、つまりはあの車の印象が悪いという常識もあれば今は車を乗らない人の印象が悪いという常識もあるとでもこの常識っていうのはおそらくそのメディアによって作られていてでも片方ではそのメディアの言うことを真に受けている人に、まあ、よって作られてっていうところがあったり まあメディアもね雑誌とか新聞もあの視聴率が上がらなければやりませんからで視聴率が上がるってことは多くの人が共感するもしくは反感を持ってそれを見てるってことなんで最もおそうやってマスメディアの力をね失わせようと思ったらもう見ないってことなんですよねで自分の発信をするってことなんですよで吉田さんもそうかもしれませんけどもサッカーで何かがあったことなんで私は知らないですよね でもサッカーに興味を持っている人よりは自由な人生を送っていると思うんですよ。その他もそうですけども、なんか世の中から離れれば離れるほど、むちゃくちゃ自由になるなと。だってね、江戸時代とかでも、自分の村から一生出ないような人がいるわけですよ。それはそれで不自由なことかもしれませんけども、海の向こうでね、コロンブスが何かしたなんて誰も知らないけども、何も壊らなかったと思うんですよ。その辺に関しましては。 海の向こうのアメリカって国ではコロンブスがなんか新大陸発見してそこで金銀財宝を盗むために現地人をねものすごくひどい目に遭わしてるらしいぞってのを知ったところで別に俺らはそんなとこ行かないしそもそも村から出る必要ないし何なんだろうねみたいなことになっちゃうと思うんですよだからといってあのどっかのね知らないところで不自由してる人のことを軽んじろってわけではないんですけどもでもなんか気の毒に思っても打つ手がないですよね <laughs> そう考えていくと芸能人が不倫をしようがねどっかであの怖いことが起きてようが当面私たちの暮らしには関係ないのかなというところもありますしでも遠くで起きてることを知ることによって自分たちの行いを正すってこともありますんで無駄にしないような使い方もあるかなと思うわけなんですよでその若者の車離れって話になりますけども若者の車離れと同時に老人は車を乗らないでくれっていうふうな動きもあったりとかしてね ここれも何なんだよよとと思わせるところがありますよねで車ってのはとかく危険ななもんなんですよねだから若者が車を離れることによってリスクヘッジをしているという考え方もできますしでも反比例するように免許をなかなかね手放さない老人がいてでどちらかというと事故ってのは昔はね若い世代が起こすことがクローズアップされていたのかもしれませんけどもでもどの時代も。 運転に不慣れとか視力とか判断力を衰えた人が起こす事故の方が私は多いんじゃないかなと思うんですよ。まああのデータを洗ったこともないですしそのデータが熱つされてる可能性もあるんで洗っても意味がないような気がするんですけどもでもね普通に考えて10代20代で確かに運転の技術はないけれどもいろんなことにね注意深くできる能力がある人とどんなに注意深くやっても判断力が衰えて。 何かを飛び出してきた時にそれを判断してブレーキを踏むのにタイムラグがかなりある人と競争したら、うん、やっぱりね年齢とともに体力判断力視力を捉えていく人の方がリスクは高まるのかなと思うんですよ、うん。どうなんですかね。うん、あちなみにねあの池袋暴走事故で収監されたその飯塚幸三さんっていうのはその今ね収監された先で結構不自由な暮らししてるみたいですよね。 介護施設じゃないんで手すりとかなくってトイレに行く途中に転倒して大出血をしてね、うん、なんかすごく不自由な暮らしでご家族の方とかはものすごく胸を痛めてらっしゃると思うんですよでもそれを見て片っぽではね被害を受けて亡くなった方には何の落ち度もなくって加害者に対して何の接点もないのに一瞬にして命とか人生未来を奪われて不自由どころじゃないですよねで、そのご遺族に関しても、 生涯幸せは来ないわけですよそう考えていくと確かに加害者側も故意ではなかったにしろ結果として、まあ、人をね殺めてしまったとか多くの人を怪我させてしまったっていうところを考えるとなんか不自由な暮らしとか怪我をしったってところではまあちょっと同情は当然しますけどもトータルで考えたらでもそれは自分のやった結果だもんなみたいなねそういった判断をするのは 冷たいんでしょうかね。うん、なんか加害者の人権っていうのは守られるべきところはありますけども過方にすべきではないようなところもあったりとか、うん、どういうふうに考えればいいのかなってところですよねこれもだから常識に寄り添うのかそれとも常識に反して感情的にいくのかまさに遺族っていうのは感情でしかないですからね。感情論を自分の大切な人を失った時も出しちゃダメみたいな。 そんな無慈悲な無慈悲じゃない無慈悲な司法っていうのは無慈悲な常識っていうのは果たして守るべきものなのかなとか思っちゃいますよね。まあ、話はいろんなところに行きましたけども今回はそんなところでごめんなすって。